島根移住体感オンラインツアー雲南編へご参加ありがとうございます。本日司会を担当します雲南市雲南暮らし推進課の桑原です。加藤です。どうぞよろしくお願いします。今回の企画はこのコロナの影響で移住に向けて現地を訪問することがなかなか難しくなってしまったんですが、何かできることがないかなということで、雲南市がふるさと島根定住財団のサポートを受けながら実施する企画です。それでは本編入っていきましょう。まずは雲南市の紹介を簡単にします。雲南市は島根県東部に位置し、県庁所在地の松江市と出雲大社のある出雲市の間にあります。平成16年11月に近隣の6町村が合併して誕生しました。面積は東京23区とほぼ同じ広さで、そこに人口約3万7千人が暮らしています。お隣の松江市までは車で30分、出雲市までは20分と通勤にも買い物にも便利です。また、出雲空港まで20分、広島県尾道市までは無料の高速道路も通っていて、都市圏へのアクセスの良さが売りです。特に有名なのが、全長約2キロにもわたる木槻町ひいかわ堤防の桜並木。日本桜百選にも選ばれていて、毎年たくさんの花見客が訪れます。また、もののけ姫の舞台ともなった菅谷たたらや、日本の初の宮として和歌にも詠まれた菅神社など、歴史や神話の舞台もたくさんあります。また、コウノトリの生息地としても有名です。5年連続、毎年4羽のヒナが巣立っているのは全国でここ、雲南市だけなのです。コウノトリにも選ばれた自然豊かなのんびりとした環境が特徴です。また、充実した教育環境も魅力の一つです。幼稚園から高校まで一貫したキャリア教育を行っており、特に、ふるさと雲南市への愛着を育む教育に力を入れています。子どもたちが実際に地域に飛び出し、課題を見つけ、その課題に対しての解決策を地域の皆さんと一緒に考えるなど、地域の特性を生かした教育が特徴です。また、日本一チャレンジに優しい町として、子ども、若者、大人、企業と、あらゆる分野でのチャレンジを地域一体となって応援しています。特に地域人材塾、幸雲南塾では、ここで学んだ多くの若者が雲南市内で起業しています。また、起業チャレンジとして、都市圏の多くの企業が雲南市に関わってくれています。このように、雲南市はのんびり、ゆったり過ごすには最適なので、子育て中の皆さんはもちろん、地域のために何かしたいという若い方にも大変関心を持っていただいています。さて、今日お届けしているこの場所、どこだと思いますか？ここはですね、雲南市三刀屋町にあるお母さんが子連れで出勤できる子連れオフィスです。市内の施設の使われていなかった部屋を整備して、回収しました。実はここもですね、先ほど紹介した企業チャレンジの取り組みの一つです。では、普段のオフィスの様子をご覧ください。雲南市では、地域と民間企業と連携し、子育てしながら働きやすい環境づくりを進めています。子供が小さくても働きたい。お母さん同士の横のつながりが欲しい。そういった多くのママの声をもとに、市内の有給施設を活用し、子育て中の女性が、働く、つながる、学べる、挑戦できる、そういった場として、今年1月にこのオフィスは誕生しました。現在は、市内在住の5人のママさんが、週に数回集まって働いておられます。ママの仕事場、その隣には託児の部屋があります。
オフィスの床や子供用の家具には、雲南市の杉やヒノキが使われており、明るく暖かい雰囲気にあふれています。また、部屋を仕切る建具や押し入れを改造した授乳室など、ママのアイデアがたくさん詰まっています。時々、地域のボランティアの方も託児のお手伝いに来てくださいます。今がちょうど夏休み。いつもはいないお兄ちゃんお姉ちゃんも来てくれて、毎日にぎやかなオフィスです。ちびっ子たちも一緒に遊んだり、お絵かきしたりと、普段よりも落ち着いて過ごせています。子供たちもママも、それぞれお互いが目の届くところにいるので、安心できる環境ですね。家だとどうしても孤独になりがちな育児ですが、ここで顔を合わせておしゃべりしながら仕事をすることで、ママも、そして子供たちもリフレッシュできる素敵な場所となっています。それこそ入ったらね。もともと私は松江市の出身だったんですけれども、高校卒業と同時に広島に進学をしまして、で、それでまあ向こうで結婚出産を経て、まあ家族で生活をしてたんですけれども、まあ、ずっと地元に帰ってきたいっていう思いがを持ちながら生活をしていて、で当時は普通にフルタイムで会社に勤めて電車に乗って通勤をしてっていう働き方をしてたんですが、本当に移住を考えて、それがだんだんと形になり始めたっていう時に、まあ、第三子の妊娠も分かったりとか、いろんなタイミングが重なって、ちょっと今後の移住後の働き方っていうのをすごく考えるようになりました。でその時に、まあ、ちょっとその移住関係、その移住にの準備とか、そういったところで、市役所の方とかといろんなお話をしたりとか、やり取りをする中で、今度雲南市でもこういった柔軟な働き方を進めていこうと思ってるよというお話を伺って、ぜひ私もそういった計画というかプロジェクトに関わっていきたいなと思ったのがきっかけです。で、そこから約1年くらいかな、準備期間というかのがあったんですけれども、今実際ここのライフルで働くようになる前も、松江市の方の民間企業さんのお仕事を家で受注して在宅でお仕事をさせていただいてた時期がありまして、でそういった形で、まあ、お家で働く場所を選ばずに働くことができる働き方っていうのをずっとやりたいなと思って、こう自分なりに動いてきたら、まあ、今につながってるっていう形ですかね。そうですね、今日も子どもたち私3人連れてきてるんですけど、まあ、こういった長期、夏休みとか春休みの長期休暇であったり、何かこう子供と一緒に今日一日過ごさないといけ、過ごすけど、まあ、お仕事もちょっと今日やらないといけないことがあるっていう風になった場合に、まあ、気軽に子供を連れてきて子供と過ごせたりとか、こういう風に子供が自由にお仕事をする場所の中で過ごせるっていう、この環境はすごいありがたいと思います。で、あと一緒に働いている他のお母さん方も、今私を含めて5人いるんですけれども、同じように同世代の子供を育てる母親として、まあ、共通の話題ももちろんたくさんありますし、お仕事をする中でもやっぱりみんなでこう協力をし合えるというか、もう自然にそういったフォロー体制みたいなのがこう整っている中で働けているので、やっぱりこう広島にいた時よりはかなりストレスフリーでというか、自分らしく、まあ、お仕事ができてる、でお家のことや家族のことも、まあ、できてるんじゃないかなと
思っております。1月にこのオフィス、まあ、お試しで開設をしまして、で、まあ、そこから5人で今頑張っている状態なんですけれども、少しずつ最近民間企業さん、その市内の企業さんともこうお仕事のやり取りをさせていただけるようになって、で今後はやっぱりその企業、地元の企業のお手伝いをしたいっていう思いと、やっぱりこう地元市内で自分たちと同じように子育てをしながら柔軟に働けるお母さんが一人でも増やせるというか、まあ、一緒に頑張っていく仲間も増やしていきたいというふうに思っています。あとは、まあ、自分のスキルアップとかキャリアアップっていうのも積極的に目指していきたいなというふうに考えています。はい、ありがとうございました。こんな場所をどんどん増やしていきたいと思います。雨南市は子育てをしながら働くお母さんを応援しています。はい、続いては雲南市移住されたお二組の方にお話を伺いたいと思います。まずは大阪から I ターンされた山本則夫さんです。地域おこし協力隊として農業の担い手作りに取り組んでおられます。では現場の山本さん、古谷さん、よろしくお願いします。はい、中継先の今雲南市の東部に位置する大東町というところに来ております。ここからは私、定住企画員の古谷が担当してます。よろしくお願いいたします。そして今日お話を聞かせていただきます山本則夫さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。山本さん、先ほどもご紹介にあったように2019年8月に大阪から I ターンされまして、現在地域おこし協力隊として農業の担い手作りに取り組んでおられます。ちなみにですね、後ろに見えるこちらの田んぼなんですけれども、普段から山本さんが作業されている田んぼということで、まあ、非常に雲南市らしいといいますか、素敵な風景が広がっております。まあ、こちらの景色を背景にですね、いろいろと山本さんにお話を伺っていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。では早速質問。では早速ですね、質問に移っていきたいと思いますけれども、まあ、そもそもですね、山本さん、まあ、大阪の方で会社員されてたということなんですけども、まあ、地方移住を考えるきっかけっていうのは何だったんでしょうか。そうですね、まあ、地方移住を考えたきっかけというのは、まあ、まず都会の方でいろいろ農業っていう二文字がですね、結構目につくようになって、で、まあ、それについて調べると、結構農業にも担い手不足が言うたら高齢化してて、ね、60歳以上がなんと6割が60歳以上という非常に高齢化してる産業でして、まあそういったところで今高齢化が進んで、ぜひちょっと担い手になりたいなという僕の思いと、まあ僕結婚してて嫁の方が行きますんで、嫁の方は嫁の方で、ちょっと都会の生活にもだいぶ満足されたようですので、たまにはちょっと人生に1回でも田舎暮らしをしてのんびり暮らすのもいいんじゃないかなという両者の思いが一致して、で田舎暮らしをしてみようかなというのが主なきっかけです。そこで、まあ、あと僕にはちょっと中、その時中学生の娘がいたので、まあちょっと中学生というとなかなか思春期のところがありますので、いざのんびりする暮らしを考えて田舎は来たわ、田舎へ来て友達もいないから、もうこんな仕事は嫌やっていうの、こんなところいるの嫌やってなってしまってもダメなので、一応まあ娘の方にはこういうことでちょっと島根の方へ行くけどもいいかという了解をもら確認したら、まあ、娘の方も了解をいただけたので、ならもう家族で勢いでもう島根に引っ越そうかっていうので島根へ来ました。はい、ありがとうございます。まあ、会社員だったということで農業は未経験からスタートっていうところだったと思うんですけど、まあ、奥様と、まあ、ご家族の同意を得て、まあ、晴れてですね、島根県雲南市に移住したわけですけれども、まあ、移住検討者さん、まあ、これ見られてる方たちの中にもですね、まあ、移住を決めた後ですね、やはり仕事と、まあ、住まいっていうところが、まあ、結構壁になってくるっていうところがありまして、なんかそのあたりは山本さん移住されるまで2年間くらいかけて、まあ、移住されたと思うんですけど、なんかそのあたりってどういうふうに決められましたか。まあ、そうですね、まず一番最初は、まあ、島根県の
僕との出会いは、まあ、大阪でね、たまたま島根フェアというのをやってまして、まあ、そこで一回島根フェアというのを大阪の方で行かせてもらって、まあ、そこにいろいろ、まあ、島根県にもいろんな市があって、その中に、まあ、雲南市という、ブースがありましてですね。で、そこで、いろいろお話を聞いて、で、まず行政、市役所の方と、関係ができたというのが、一つと。で、そこからですね、いろいろ市役所の方に、まあ、大阪から島根引っ越すにあたって、まあ、家とか場所も、どういった物件があるか、あと、仕事もどういった仕事があるかっていうのが全くわからなかったんで、一応市役所の方に、まあ、僕は、農業をやりたいですと。で、家は、まあ、最低限の、こういった条件があればいいなっていうのをお伝えして、まあ、あとは市役所の方がですね、まあ、大阪から島根までなかなか通えないものですから、住まいの方は、まあ、市の担当の方が、いろいろ探していただいて、で、今の家に決めました。で、農業に関してはですね、僕も大阪ではサラリーマンしかやったことがなくて、ね、家庭菜園も全くやってなかったので、一からのスタートで、どういった風に取り組んでいったらいいか全くわからなかったんですけども、そこで市役所の方からですね、まあ、総務省が やられている制度なんですけど、まあ、地域おこし協力隊という制度をご紹介いただいて、まあ、それはどういった制度かというと、まあ、任期は3年間なんですけど、毎月、一応、一定額の活動費っていうのをいただきながら、活動するっていう制度なんです。で、そこの中で僕は農業をやりたいっていうところを、まあ、行政の方には伝えてましたんで、農業を、まあ、今、ちょっとお世話になっている、農家のところへ行って、農作業とかを、やって、で、市の方から、まあ、一定額の、活動資金をいただいているというので、まあ、それも農業に取り組めるし、まあ、家族も、とりあえずは生活ができるというところで、地域おこし協力隊として、まあ、3年間ちょっとやってみようかなというので、今、それにやらせていただいてます。ありがとうございます。まあ、農業未経験からっていうことだったので、いろいろと行政の方に、まあ、相談しながら、行政の担当者と一緒に、まあ、山本さんが思う農業っていうのをどうしたらできるかなっていうのを、まあ、一緒に探しながら、まあ、やってこられたっていうことで、まあ、住まいについても、なかなかこう、こっちに来て、まあ、内覧ばっかりできるわけでもないので、まあ、何個かこう、ピックアップしてもらったものをまとめてみて、まあ、良い出会いがあったので、今の住まいに住まれているっていうところですね。はい、ありがとうございます。そしたらですね、実際まあ、暮らしがもう始まって2年くらいになると思うんですけれども、まあ、移住してみて、まあ、困ったこととかですね、まあ、都会とはちょっと違うなとかですね、そういうことがあれば、まあ、ぜひとも教えていただきたいと思います。わかります。都会とは違うなっていうところは、まあ、すべてが違うんですけど、まずまあ、まあまあ、困ったっていうのは、まあ、雲南市はあるんです。冬がですね、結構雪が降ります。で、僕が来た1年目の時は雪の少ない時だったんで良かったんですけど、2年目の時ですね。2年目、去年です。去年はね、雪がね、大量に降りまして、もうこの辺でも、膝下ぐらいまでもう雪が積もるような状況だったんです。まあ、そういった時に、車ですね、車。車は、僕も都会で乗ってた車をそのまま持ってきたんで、基本二輪駆動なんですけど、二輪駆動だと、まあ、ちょっとした坂でも、もう冬用のタイヤを履いててもですね、坂を登らないというところで、で、まあ、これから家を探される方も、まあ、自分の家上がるのに、ちょっと坂があるようなところだと、車が二輪だと、自分の家までたどり着けないとか、そういったことがあるので、まあ、それがちょっと困ったことかな、と、一つ目が。で、二つ目は、やっぱり方言のところもありますね。まあ、僕、大阪から来たので、まあ、基本、関西の言葉しか知らないんですけど、まあ、島根に来ると、まあ、雲南市のね、まあ、中心部はそれほどでもないんですけど、ちょっとまあ、雲南市でもいろいろ町があってですね、まあ、ちょっと離れたところに行くと、方言がきついところがあるので、まあ、僕が最初、
来た時は奥様方とか、ね、年配の方が喋られてる内容の8割方は理解できなかったんで、あとはもう会話の流れの雰囲気でこう掴むしかないんですけど、まあそういったところで、まあ、言葉の違いっていうのは、まあ、最初の1年目はちょっと困ったかなって思います。でなんか聞いた話によると、一回なんかその時なんか栃木からこちらへ来られて、で栃木の方も結構生まってはって、で雲南市のちょっと外れたところも生まってはって、お互いが生まった感じで喋ってて、お互いがなんか理解できずに結局なんかこう分かり合えるのに、まあ1年以上はかかったなという話も聞いたことがあるんで、まあその辺はちょっとまあ言葉の壁っていうのはもしかしたらあるかもわからないですね。ありがとうございます。まあ実際今方言の話も出ましたけど、まあ、山本さん住まわれてると自治会とかですね、ああいう活動にも、まあ、参加されていると思うんですけれども、まあ、自治会活動って結構ネットとかで調べると大変なエピソードが出てきたりとか、まあ、いろんなところがありますけど、まあ、実際のところはどうですかね。そうですね、まあ自治会はですね、まあ、僕もこちらへ来て自治会の方へ入らせてもらってるんですけど、まあ、今はちょっとコロナの関係でね、なかなかできてないところはあるんですけど、まあ、自治会に入るといろいろな行事があります。まあ、大変な行事もあれば楽しい行事もあって、まあ、楽しい行事って言ったら、まあ、そばをみんなで作ってそばを食べたりだとか、で、お祭りをやったりだとか、まあ、そういう楽しいイベントがあるのと、まあ、ちょっと苦しいかなっていうのは、まあ、都会ではあまりやられたことがないと思うんですけど、年に数回は、まあ、みんなで草刈りをするという、まあ、労働愛護という活動がありまして、まあ、それは、自治会に入らないと、まあ、入ると、それに参加しないといけないっていうのがあるのが、ちょっと大変なところですけども、まあそうですね、なかなか都会みたいに家が近隣してるわけではなくて、一軒家があったら、まあ隣近所が、まあ、100メーター離れてたりとか、まあ50メーター離れてたりとかで、なかなか年配の方もいらっしゃる、多いんでね、顔を直接合わせる機会がやっぱり少ないのは少ないので、そういったところでコミュニケーションがなかなか取れないところがあると思います。なので、まあ、自治会に入ると、まあ、そういう活動にも積極的に参加されて、ほんで、年に4回ぐらいは、そういう、まあ、自治会の会議とかもありますんでね。まあ、そこへ参加して、まあ、地元の方と、いろいろ、そこで交流を持ってもらうと、まあ、人間関係も、まあ、うまくいきますし、で、こっちが困ってたら、またその自治会の周りの方が結構みんな、お世話焼いてくれて、結構みんな心配してくれて、まあ、いろいろ野菜を持ってきてくれたりだとか、まあ、子供を扱ってくれたりだとか、まあ、そういったところもね、頼もしいところもありますんでね。まあ、僕はどちらかというと、まあ、自治会に参加した方が、まあ、その町に馴染んで、で、その町の情報も、いろいろ情報、ね、おばちゃまたちいろいろ持ってはるんで、まあ、そういった情報も、入手できるんで、僕はまあ、自治会に参加された方がいいのではないかなとお勧めしたいですね。ありがとうございます。まあ、道路愛護とかね、非常に大変な作業ではありますけど、一緒に汗を流すことによって、まあ、地域の人と、まあ、いろいろと情報交換できたり、困った時は助けてもらったりっていうことができるっていうことで、まあ、ぜひ自治会には入会を、ということですね。ありがとうございます。ではですね、すいません。最後に、移住の先輩としてですね、まあ、今、移住検討されている方が見られてますけれども、何かメッセージをお願いします。そうですね。まあ、移住ってするにあたってはですね、いろいろ調べていただきたいことの中に、まあ僕の中で一つだけ、これもちょっと困ったことに入るんですけど、携帯電話ですね。携帯電話。島根県は、一応携帯電話ね、いいところは、まあ電波も入るんですけど、なかなかちょっと山奥とかに行くとですね、今でも携帯電話の届かないところとかいろいろあります。なので、もし家を決められたときは、一回ちょっと自分の携帯を見てもらって、で電波がちゃんと入るかどうか、でインターネットの回線が来てるかどうか、まあそういったところをちょっと注意して、まあ物件も選んでいただきたいなと思います。でまた農業的な立場で言いますと、今回ね、この、大雨
台風によってですね、まあ、島根県もいろいろちょっと県全体でいろいろ被害を受けておりまして、で中にはまあ田んぼがもう壊れてしまって、お米が来年から作れないところとかも出てきてますんで、まあ、これを直すとなるとまたお金もかかりますし、皆さん高齢化されているので、もしかしたらちょっとやめられる方が増えて、耕作放棄地って言って、まあ、もう何もしない、手入れをしない土地がいっぱい出てくるんじゃないかなというところが心配ですので、もし移住で農業を考えられている方はぜひ雲南市へ来ていただいてですね、そういった担い手としていろいろ、まあ、自分で農業やりたいですって言ってたら、近所の方からですね、あそこの土地余ってるよ、ここの土地余ってるよ、ただで貸してあげるよとかっていうね、情報もいただけると思うので、ぜひ、まあ、農業考えられている方は雲南市で担い手になっていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。山本さん、すいません、短い時間でしたけども、どうもありがとうございました。まだまだ山本さん話し足りないことたくさんあるんですけれども、また雲南市にですね、皆さんも来ていただいて、実際山本さんは移住者の先輩としてお会いすることもできますので、まあ、その時にお話をしっかりと聞かせていただくこともできますので、皆さんよければぜひ雲南市へお越しください。いや、すみません、現場からは以上です。メインスタジオにお返しします。ありがとうございました。山本さん、いろいろな貴重な意見をいただきまして、お話をいただきましてありがとうございました。すっかり地域に、溶け込んでおられるようで、ありがとうございます。これからも頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、続いては、東京から I ターンされた石坂昭正さんと田島志乃さんです。今日はこちらに来ていただいております。じゃあどうぞ。雲南市定住企画員の金月です。私がご紹介する移住者の先輩は、今年の4月に移住したてほやほやの石坂さんと田島さんのお二人です。よろしくお願いします。石坂さん、田島さんとの出会いも、実は今皆さんがご参加いただいているようなオンラインのイベントでした。コロナ禍でなかなか東京とか大阪での移住相談会というのが中止になってしまいまして、コロナ禍に入ってからこういうふうにオンラインの形でのイベントっていうのが主流になりました。とにかくオンライン移住相談会に参加していただいた時に出会ったお二人なんですけども、今日はそんなコロナ禍ならではの移住だとか、移住したてほやほやだからこその感想などを教えていただけたらいいなと思っています。よろしくお願いします。お願いします。それでは質問に移ります。お二人は東京でバリバリお仕事をされていたとお聞きしていますが、そんなお二人が地方へ移住を考えるきっかけとなった出来事はありますか？はい、そうですね、私たちは東京で働いていた際に、まあ、結構土日の出勤とか、あと残業、あとまあ夜中に電話がかかってきたりとか、もうとにかく忙しい毎日を送ってました。まあ、その時にですね、大変だなと思ってた時に、まあ、彼女がですね、まあ、田島さんの方がですね、まあ、農業で、農業をしてみ、田舎でですね、農業してみたいっていう言葉をきっかけに、うん、地方移住ってどうなんだろうなっていうのが、うん、調べるきっかけになりました。うん、はい。そうですね。今お二人もね、お仕事見つけてこうやって雲南市の方に移住をされていると思うんですけど、お仕事をこう見つけられたきっかけっていうのはどういった内容になるんですかね？はい、私はですね、今市役所の職員として働いているんですけども、うん、まあ、本当にこれは運命というか偶然なんですけども、うん、移住体験でこの雲南市に体験できて、まあ、すごいいいところだなと思った矢先にですね、その職員の募集というところに出会って、うん、本当にその時に自分の働くイメージっていうのがまさに市役所職員っていうのはできるなって思ったのが、まあ、きっかけですね。はい、もう本当に偶然というところです。うん、はい。私は、県の制度で、産業体験という制度があるんですけど、農業の勉強というか体験をしながら生活
お金の補助金をいただけるっていう制度があるので、今それで7月から農業を始めています。なので働いてもらってお給料稼いでもらって、私の農業のお金も家計の足しにしてっていう形で今は生活しているような感じです。そうですね、最初は石坂さんもね、お仕事どうしようかな、農業自分もしようかなみたいな話もあったけど、たまたま偶然雲南市の採用試験があって、ちょっと移住が早まりましたよね。そんなこともあったりしたんですけど、そんなちょっと急遽移住みたいなとこもあったと思うんですけど、お家っていうのはどうやって探されたんですか？はい、そこが結構大変だったというか、うん、なかなかコロナっていうところもあって、実際に家を見に行くってことができなかったので、うん、まあ、実際はネットで不動産屋の情報を見て、うん、まあ、地図を頼りに、まあ、市役所から通える距離っていうところで、ちょっと賃貸を探したっていうところなので、ちょっとそこは正直、まあ、大変だった。まあ、ネットで調べたというところですね。うん、はい。実際、見て内見したっていうことは特にしてないんですね。うん、はい。そう、来た時に、すごいこうドキドキして、うん、いやなんかこう不動産屋さんに出てくる写真をめっちゃ拡大してみたりとか、あとGoogle マップで航空写真見て、きっと周りはこんなんだろうとかすごい想像してきたから賭けだったよね。そう実際に見られなかったんですね。そうですね、本当に当日見て初めて場所とか家の中っていうのは生で見たって感じですね。はい、今お家の周辺は割と便利な場所ですかね、雲南市の中では。そうですね、うん、スーパーもコンビニも近くにあるので、うん、比較的便利な場所ですね。はい、うんうん、ありがとうございます。そんなお二人がこの4月に移住してこられて、まだ半年経つか経たないかぐらいだと思うんですけど、こう雲南市で暮らしてみた感想みたいなのが知りたいなと思うんですけど、うん、そうですね、移住したきっかけでもお話しした通り、いろいろ、まあ、プライベートなく仕事ばっかりしていたんですけども、うん、比較的プライベートの時間とか時間に余裕ができたので、うん、そういったところはすごい時間に余裕ができて、今本当に毎日が充実しているっていう形ですね。うん、はい、そうですね、私も農業まだ楽しくやれてます。なんかそのうちちょっと辛くなる日が来るかなとか思ったり不安もあるんですけど、今はすごい楽しくやってます。で、住んでみてはなんか思ったより便利で、なんかスーパーも近くに3軒あって、もうなんかどこに行ったらいいかぐらいな、逆になんかもう どのスーパー今日行こうかみたいな感じだったりとか、あと空港も近いから、東京に私の実家千葉なので、実家で何かあるとすぐ帰れるし、なんかあんまり不便さはないよね。うん、想像していたより全然不便でもないですし、うん、なんかむしろ住みやすくて来てよかったなっていう感想は正直ありますね。うん、めっちゃなんだろう、景色もすごいし、空気も綺麗だし、星も綺麗だし、すごい田舎の景色なんだけど、意外と便利っていう。お二人、だって車1台で生活されてますね。あ、そうですね。はい、雲南市では結構珍しい、ね、一台でも生活ができるくらいの範囲で、ね、いろいろ揃ってる場所に住んでおられる、うんうん、本当に1回だけ雲南市の方に体験で来られましたっけ？2回来られた？2回、やっぱその時に大体こう見てるっていうのは大事でした。そうですね、うん、やっぱりネットの情報だけっていうよりかは、実際に来てみて、実際住んでらっしゃる方の話を聞いたりとか、うん、まあ実際に風景を生で、体で感じて、肌で感じるっていうのは、やっぱり全然違いますね。はい。ですね。いや、ありがとうございます。ちなみに、移住して困った、逆にこう、今いいところをたくさん言ってもらったんですけど、困ったな、みたいなこととかありました？そうですね。今、冒頭、賃貸に今住んでるって言ったんですけど、まあ、今空き家を正直探していって、ちょっとまだ土地勘がないっていうところもあって、うん、どこがいいのかとか、あと空き家をどう探したらいいのかとか、うん、あとまあ直近ちょっといろいろ大雨とかあったりとか災害があったので、まあ、どこの地域がとかっていうところもいろいろちょっとまだ土地勘がないっていうところで、まあ、空き家が見つかりにくいっていうのと、あと土地勘がないのでどこがどの地域がいいのかなと、住みやすいのかなっていうところを、ちょっとまだ感覚的には分かってないというか、正直困っているところですかね。私は、やっぱり車がないと不便で、空港はめっちゃ近い20分なんですけど、空港から直で
家の近くまで来る公共交通機関がないので、うん、なんかどっちかが迎えに来れるタイミングじゃないと空港が不便。ただ空港の駐車場は無料なので2人で帰るときとかめっちゃ便利なんですけど、どっちかが帰って迎えに行くとかはやっぱ不便だったりとか、私はすごいずっとペーパーで免許持っててゴールドで身分証として使ってるタイプだったんですけど、まあ、今すごい練習してるんで、あの地元の方に行きたい場所の周りの道路が広いかどうかを聞いて、あの初心者でも行けますかっていうのを確認してから遊びに行くようにしてます。私も何度か駐車場ここで教えた記憶がある。ここはちょっと難易度高いんで一人はやめます。そんなお話をした気がします、はい、うん、ありがとうございます。まあ、なので本当お二人は移住を検討されてから4ヶ月くらいだったかな、そんな立たずしてこう移住までこうトントンと来たんですけど、そんなお二人ならではのなんか移住に向けてのアドバイスとか、今参加してもらってる皆さんに向けてこうメッセージとかがあればお願いします。はい、そうですね、やっぱり実際気になった地域とか地方移住を少しでも考えてるんであれば、その気になった地域に、まあ、行ってみる、行ってみた方がいいですね、うん、でまあ行動することですね、うん、で、あの私でその冒頭偶然あの仕事を見つけたっていうふうにお伝えしましたけど、やっぱりそれは来てみ来たからこそその偶然っていうのが追い風があったと思ってるので、うん、やっぱり少しでも思うんであれば絶対行動すべき、動いて実際その地域に行ってみるのが、まあ、一つアドバイスかなっていうのはありますね、うん、はい、うん、私も同じです。あの何個か雲南市の前にも行った地域とか、あの一泊でこう移住体験とかもして、まあそれぞれいろんなとこいいなと思ったりもするんですけど、やっぱり雲南市来た時が一番、あ、こういう雰囲気私すごい好きみたいなのがあって、うん、で、市役所の募集があってみたいな感じで、結構こう、ここじゃなきゃって言われてるみたいな感じになったんで、なんかいろいろ行ってみて、たらいいのかなっていう、そうするとやっぱりなんか雰囲気とか感覚とかも違うと思うので、うん、と思いました。はい、ありがとうございます。なんかそう言ってもらえるとすごい良かったです。なんか案内しっかりできて良かった。はい、石坂さん、田島さん、ありがとうございました。でお二人にはこれから第2部の座談会の方にも出演してもらいますので、皆さんがこう移住に向けてのこうリアルな質問みたいなのはもう二人がしっかり回答していただけると思いますので、ぜひどしどし質問をしてみてください。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すごく参考になる話でしたね。すごくうまい具合にね、こう移住につながって、あの本当に生の、あの参考になる、もう本当に今あの参加してもらっている皆さんにすごく参考になるお話をしていただけました。はい、石坂さん、田島さん、ありがとうございました。はい、で続いては空き案内です。雲南市で運営している空き家バンクに登録されている物件を見ていただきたいと思います。こちらは雲南市大東町の空き家です。お庭がすごい広いお家となっています。昔ながらの一軒家で、納屋や車庫もありますね。はい、中の様子もご覧ください。入ってすぐ居間があります。あの立派な仏壇などもちょっと見えますね。まだ家具や家電、仏壇等残っているんですけど、あの基本的には空き家バンクに登録されている物件の家具家電仏壇などは所有者さんが負担して処分をされます。立派なこう昔ながらのものが残っていたりするんですけど、
たまに所有者さんと相談されて、こちら欲しいなっていうお話をされる方もいらっしゃいます。今映っているのがキッチンになります。見てもらったらこうすごい綺麗だなって思われると思うんですけど、こちら改築もされておられて、なので非常に水回りが綺麗です。空き家によっては水回りが結構ひどい状態の空き家も多いので、こんな綺麗な状態の空き家っていうのは珍しいかなと思います。水回りが綺麗な物件ですと改修にあまりお金がかからないというメリットがあります。どうしても水回りの改修っていうのはとてもお金がかかる部分なので、そういったところも空き家を探すポイントとして持っていってもらったらいいかなと思います。お風呂が本当に綺麗な物件ですね。こちらはこちらが先ほど仏壇とかがあった部屋の奥の部屋になります。1階がとても広くてですね、4部屋あります。ここはちょっと縁側が広めに取ってある場所になりますね。皆さん結構縁側があるお家に憧れを抱かれる方が多いんですけど、ここのお家は縁側がしっかりあるお家です。ではこの階段を上ると2階につながっていきます。2階は2部屋あります。今畳を上げてある状態になっています。この物件は2階の畳等は修繕が必要ということなので、買われた際にはご自身で畳を直されてもらって住まわれたらいいかなと思います。物件の周りは田園風景が広がっています。またこの物件にも田んぼや畑が付随しています。農機具が置ける場所もあるのでぴったりですね。のどかな場所で田舎暮らしができる非常にいい物件です。はい、ありがとうございました。空き家バンクの物件はホームページで見ることもできますので、気になる物件がありましたら雲南暮らし推進課までお気軽にお問い合わせください。続いては実際に空き家を購入してリフォームされたお宅を見せていただきます。今日お邪魔するのは東京から I ターンされた小俣さんのお宅です。小俣さん、よろしくお願いします。こうつけますか。あ、映ってますか。あ、よろしくお願いします。東京から6年前に I ターンしてきた小俣と申します。今雲南市の大東町というところで、住んでます。2歳の子供と一緒に住んでます。はい。こちらが、1年ちょっと前に改修して住み始めたお宅、家になります。これ家を、雲南、ほこり雲南じゃなくて、あれか、空き家バンクの方で見つけて、実際に来て見てみて、
周りの環境とかも含めて、素敵だなと思ったので、住むことにしました。はい。じゃあ、ちょっと中に入っていきます。こちら、玄関になってます。もう昔ながらの土間のような感じで、コンクリートしてます。じゃあ、上がります。ここが玄関から入って最初の部屋を、仕事スペースにしてて、妻が東京の会社に勤めてて、ずっとリモートワークしてるんで、ここで一日中画面に向かって仕事してます。で、まあ、ここ横カウンターみたいにしたので、まあ、3人ぐらい一緒に仕事できるみたいな場所になってます。で、入っていただくと、ここはリビングになってまして、冬はストーブ、薪ストーブ炊いたりしてやってます。ちょうど左手、こちらの方が、田んぼがあって、向こうの谷までですね、抜けてるので、とても気持ちがいい場所になってます。で、こっち、ごちゃごちゃしてますけど、子供が遊ぶスペースとして畳の部屋作って、ここに、おもちゃは全部放り込んであります。はい。こちらダイニングとキッチンなんですけど、まあ、結構いろんなお客さんに来てもらうことも多いので、一緒にご飯作ったりとかすることもあるなと思ったので、アイランドのキッチン。作ったりしています。で、まあ、もともと、昔ながらの家だったので、和室が田の字型に4つ並んでたんですけど、まあ、全部、襖とかをこう、剥いで、つなげて、こうなってます。あ、もう一つ言うと、ここ、すごい、天井の低い部屋だったんですけど、天井を抜いたので、吹き抜けになって、かなり開放的な感じになりました。はい。で、ちなみに、こちら奥行くと、寝室とトイレと、お風呂場があったりします。ちょっとじゃあ2階ご案内します。さっきの仕事スペースとかですね、通って元に戻るんですけど、ここ、玄関の正面に一部屋ありまして、ここをゲストルームにしてます。ゲストの方が、泊まって、お風呂とか、シャワーとかも浴びれるようにして、まあ、生活空間とちょっと分けて、気兼ねなく、泊まっていただけるようにしてます。ここは、Airbnb とか、登録しようかなと思ったんですけど、そこは、なんか、まあ、今、見てありますが、結構、ゲストから来たお客さんに泊まってもらうっていうことになります。こんなところですね。大体、家の外観は以上になります。
じゃあちょっとリビングの方で話してください。はい、あのツアー、はい、今あの家の様子見ていただきましたと、少しあのこうリノベーションするまでの経緯みたいなことをお話しできればと思うんですけど、あの、まあ、空き家を、見つけて、そのタイミングでなかなかこう手直ししせずに住める家ってなかなか見つからない、なかったので、あの、さっきの見せていただいた家はかなり特別に綺麗じゃないかと思うんですけど、なので、もともとこう、改修をして住もうっていうふうに決めてました。で、もう改修するなら、かなり本格的な改修をしてしまおうと思ってたので、あんまりそういう意味では、物件の現状がどうかってことにあんまりこだわらず、ロケーションと周りに見える景色とか、そういうことを気にして、買いました。で、まあ、所有者さんとお話ししたら、いろいろ、まあ、土地があちこちについてたりするんですけど、そういうのもまとめて聞き取ってもらえたら、安くしてあげるよって言われて、まあ、要はですね、結構手放したいけど、もう管理もできないので手放したいっていうことが、事情があったので、安くして。安く買わせていただきました。で、あとは、雲南市さんの方で、移住者の、空き家改修への補助金というのがその時使えて、まあ、妻が該当してたので、その補助金を使わせていただいて、100万円、出るという形でさせてもらいました。まあ、改修にあたって、まあ、デザインとかは、島根県の中でも大津市っていうところの、事業者さんにお願いしたんですけど、その施工とか、大工さんとかは、雲南市民の、方々にやってもらって、みんなでこう作ってもらったという感じです。先ほど大阪から移住された方が自治会の話もされてましたけど、うちも自治会の皆さんに大変よくしてもらってて、うん。いろんな会とかに出たりとかもしますし、うち、薪ストーブがあるので、木が必要になるんですけど、よく、その辺で切ったからやるわとか持ってきてくれたりとか、すごく、いい、なんとか、助け合いをして、まあ、助けられてばっかりなんですけど、しているところです。食べてた。なんか、ごめんなさい、事務局の皆さんから、もし、ことがあれば、ありますでしょうか。質問、はい、はい、ありがとうございました。そうですね、この前、加藤さんはね、小又さん家に行かれたと思うんですけれども、ね、はい、はい。非常に素敵な家で、私も住みたいなって思ったぐらいの家ですね、本当に。昔ながらの素敵な梁とかも、木材が生かされてて、すごくいいな。で、薪ストーブつけ取られますよね。はい、まあ、雲南って冬、まあ、今年なんかすごく日があって、寒かったと思うんですけど、どうですか、過ごしやすさはどうでしたかね。あったかいですね。あったかいです。で、薪ストーブがあったかいというのもありますし、結構断熱を強化したんですよね。やっぱりそれがエコだというのもあるんですけど、まあ、ガラスとかをちょっと厚めにしたりとか、もすごくあったかいです。はい、全く。ありがとうございます。小原さん、何か聞きたい、うん、そうですね。じゃあ、奥様的に、はい、この家は、例えば、はい、奥様の一番のお気に入りのポイントって、小又さんから見て、どこだと思います？彼女、本当一日中、このワーキングスペースにいるので、うん、そこは気に入ってるみたいですよね。まあ、窓から緑がどこからでも見えるし、緑見ながら仕事できるとかっていうことがすごく、いいみたいです。はい。あとは、うん、ね、あ、そう、あとはこのリビング、
ここはリビングなんですけど、ソファーから、遠くの谷まで、山までこう見えるので、そこでよく座ってます。ああ、そうですか。確かにね、眺めもいいし、お庭も広そうですもんね。うん、今そうなんですよね。畑とか一緒についてきたので、田んぼですね、うん。なんかしないといけないんですけど、今ちょっと草が伸びた状態で。はい、でも本当にね、田舎暮らしを楽しんでおられて、はい、はい、すごくそれがよく伝わってきました。はい。はい。今日は尾又さん、ありがとうございました、はい。ありがとうございました。はい、すいません。はい、失礼します。はい。ありがとうございました。先ほどですね、ちょっと一部音声が途切れてしまいまして、大変失礼いたしました。では、これで第1部のツアーは終了です。ご参加いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、改めまして、皆さんご参加いただきありがとうございます。それでは第2部座談会をスタートしたいと思います。参加されている皆さん、すみません。カメラはオンにしていただきまして、ご参加をお願いいたします。最初はですね、申し込みの時に皆さんからいただいた質問にお答えして、その後ですね、この挙手制で皆さんからの質問を受けていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そしたらですね、まず事前にいただいた質問ですけれども、まず雲南市の生活環境はどんな感じですかということでご質問をいただいてます。先ほどインタビューでですね、石坂さん、田島さんの方からもお話しいただいたんですが、それこそ、スーパーもあるし、コンビニもあるし、ということで、そんなに困ってないよというお話をいただいてますけれども、どうですか、その他には何か。そうですね、ちょっと大きな買い物したいとかの場合は、出雲とか松江にも出やすいですし、あと、アマゾンとか、ネット通販とかで、注文しても、比較的、都会に、都内にいた時よりと同じようなスピード感で届くので、全然、本当に東京にいた時とあんまり変わらないような印象ですね。はい。そうですね。なんか、あんまり困ったことない、うん。ないですね。はい。そうですか。あと、病院も結構大きい病院がいくつかあるので、すごい病院はいい。まだ使ったことないですけど。そうですね。私立病院もね、新しく。はい、綺麗ですね。はい、綺麗になって、はい、あるし。結構個人院もね、何でも揃っているので、出雲や松江も本当に近いので、うん。全然、私たちもね、ずっと住んでますけれども、困ったことは特にないですね。はい、はい。そしたら、じゃあ、続いてですけれども、公共交通機関はどんな感じですかということで、出ますけれども。はい、はい、そうですね。雲南暮らし通信課、公共交通も担当してまして、市内の公共交通はですね、市民バスが、市内全域走っています。これは普通の、定時便ですね、時間で走る、バスと、あとですね、デマンド型の、バスというかタクシーとしまして、市民バスの代わりにですね、ご自宅まで、予約をしていただいて、お迎えに行って、指定された、決められたですね、病院とか、いろいろ公共施設、そういったところへ、送るような、仕組みもあります。また、あと、JR 木次線、汽車ですね。ちょっと電車じゃないんですけど、汽車が走ってます。そういったところで、タクシーなども、市内業者さんにやっておられますので、公共交通としては、ある程度、市外へ向けても、松江、出雲というところへ、出てはいますけども、やはりちょっと中山間地ということで、車がないとですね、なかなか不便ではないかなというところはありますね。あと空港までのっていう話が伊坂さんの方がありましたけれども、ちょっと空港までのですね、公共交通っていうのがなかなか不便っていうのは実際そうなので、車での移動でですね、空港の利用していただくのが一番いいかなと思っています。はい。はい、どうでしょうか。そうですね。ありがとうございました。そしたらですね、仕事についてですね、いつかいただいているんですけれども、例えば移住先で仕事を探すとき、どういう方法があるんでしょうか
それとかですね、まあ、女性が一からこう仕事を探してね、生活していくのには、まあ、どういう感じですかねっていうのが来てますけれども、どうですかね、実際にこの仕事をね、紹介している企画員さんの方から。はい。はい、お仕事は、雲南市の方にもいろんな職種がありまして、で、求人も比較的出ているので、業種を絞らなければいろいろあります。で、ふるさと島根定住財団さんとすごい一緒に、連絡を密に行って、仕事の案内だとか、農業されたい方なんかは田島さんのように産業体験をお勧めしたりだとか、いろんな考えを定住財団さんと一緒に出して、支援っていうのは、すごくやりますので、ぜひ、ご相談していただけたらいいかなと思います。結構、雲南市に少ない職種っていうのが、逆に都会に多い営業だとか、事務だとか、そういったところがちょっと雲南市は少ないなっていうふうに思ってもらえてたらいいかなと思います。なんかありますかね？まあ、そうですね。雲南市の中には少ないですけど、まあ、隣の隣接する自治体に勤めておられる方もいらっしゃいますので、うん、まあ、就職っていう意味では割と、幅広く選んでいただけるかなとも思っております、うんうん、松江出雲が通勤圏内なのでそこも視野に入れてもらったらいいかなと思います。はい、ありがとうございます。続いて今度はね、農業の関係でちょっとチャットの方に質問を持ってますけれども、農業の仕事に興味があって、実際に始めようと思ってるんですけれども、まあ、始めるにあたって、一番大変なことは何でしたでしょうか？田島さん、どうですか？何が一番大変だったでしょうか？だって私はまだ、修行中の身で、農家さんのところに今毎日通ってるんですけど、大変だ。暑い。夏の今年もすごい暑かったので、夏の暑さはすごい辛かったけど、でも別に想像より辛くはなかったです。まあ辛いだろうなって思ってたし、あと朝が早いのも、私は比較的、その苦手じゃないので、今は4時50分に起きて、農家さん家には6時に行くんですけど、で朝が早いのは炎天下の作業を避けるためにお昼休憩が11時から3時までっていう日長いんですね。なので朝早くして、あとその3時以降にちょっとだけまた農業してっていう感じでやってます。あ、はい、そうですね。あんまりなんか初めはなんか着ていく服から分かんなくて、私は本当に全くガーデニングすらやったことがないし、家でプランターで植物を育てたりもしないっていう、なんか周りの友達がなんで農業やろうと思ったって驚くぐらい全く農業気がなかったんで、その本当に服から悩みました。直前にちょっとリナピにも相談して何着たらいいのとか、帽子はどういうのがいいのとか、そういうのはすごいやりましたね。そんな相談も受けました。何か来るものがあったんですね、農業に。そうですね。でもやってみたらやっぱすごい楽しいです。うん、はい、うん。じゃあ農業今語り出したら私多分1、2時間で語れる。今日も午前中行ってきて、11時までは農作業してきました。はい、そうですか。うん、なるほど、なるほど。じゃあ農業でもう一つしてます。農業だけで、まあ、生計を考えているんですけれども、まあ、いきなり農業だけではやっぱり難しいかなと思ってます。なので、農業をしながら、例えば、法人で働きながらとか、知識や技能を習得したいと思うんですけれども、そういうことっていうのが可能ですかって言っています。はい。じゃあ、そうですね。今、田島さんがやっていただいている産業体験なんかもそうなんですけど、雲南市の農業法人さんだとか、田島さんは今個人で雇われる農家さんのところで、1年間修行という形でやっておられるんですけど、そういうふうに、法人さんとか個人の方のところに入って、1年間しっかり教えてもらえる制度もあるので、そういった制度を使いながら、自分の独立収納に向けて、サポートしていくっていうふうにはできます。ただ、どうしても産業体験っていうのが1年間になってしまうので、その、
1年しかこう修行ができないっていうところはあるんですけど、こうみっちり勉強してもらえたらいいなっていうところと、ちょっとその今新しい形で収納サポート事業っていうのも行っていて、でそれは今はちょっと畜産でやってるところがあるんですけど、2年間トータル見てもらえる雲南市独自のサポートなんかもやっています。はい、ありがとうございます。そしたらですね、次は雪の関係でも質問が来ています。冬は大雪になるということですけれども、例えば雪かきをする上でホイールローダーはやはりあった方が良いでしょうかと来てますが、ホイールローダーあれですか、雪をこう書く、あの機械のことですかね。そうですかね。やっぱり、あれだね、まあ、住んでられるところの、まあ、木の道っていう言い方で言うと、普通のまあ行動から自分の、自宅までの間が長い場合には、まあ、かなり雪かきっていうのは、その時期には重労働になるので、大体結構山間部で、毎年降るようなところですね、大体農家の方とかは持っておられるところが多いですね。うん、まあ、ない場合にも、まあ、地域の方で、そういった、まあ、雪かきを、そういう機会で共同でされたりとかですね、もされてるというのをちょっと聞いていますね。うん、はい、まあ、雪も本当にね、年によって全然降ったり降らなかったりで、で、その、雲南市も広いんですけれども、結構、まあ、町部の方では降らなかったりということもあるので、うん、まあ、なくてはいけないというわけではないですが、うん、だいたいみんな、まあ、スタッドレスタイヤと、スコップ、長靴は必需品だと思います。あと、車を雪下ろす分と、あれは、必ず、どこの家にもあると思います。スタッドレスタイヤ。あ、まあ、スタッドレスは、必ず、必需品です。はい、はい、それは。お二人はまだ雪経験されてないんですね。そうですね。これから準備しないとっていうところですね。はい、体験来られた時も。ちょっと残ってた。ってたぐらい。すごい、積もってました。ああ、じゃあ、ちょうど来た時ですね。なるほど、はい。あとですね、今度はちょっと病院の関係で。まあ、例えば119番とか通報した時に、確実に病院には到着できるのでしょうか。例えば、そのたらい回しとかがないかっていうのですけれども、うん、まあ、それは大丈夫ですよね。まあ、そうですね。まあ、そんなね、例えば都会みたいに、こう、断られっていうことは、まあ、ないと思うし、まあ、雲南市内にも大きい病院が、総合病院が2つありますし、お隣の出雲市にも、すぐ本当に20分、松江市も30分で、行けるし、まあ、総合病院がいろんなところにあるので、これはご心配なさらなくても大丈夫だと思います。はい。あとですね、じゃあ、子育てが、例えば、まあ、終わられた世代や、例えば単身の方とかでも受けられる、移住支援の制度があれば教えてください、ということで来ています。制度。そうですね。うん、制度。まあ、例えば、そうですね。民間賃貸。うん、そうですね。民間賃貸住宅の家賃助成っていうのを雲南市やってるんですけれども、まあ、これはその雲南市外から市内へ入ってこられた方で、その雲南市内の企業で、まあ、正社員として就業された方っていう、まあ、限定なんですけれども、対象家賃の、まあ、2分の1を最大で12ヶ月、1年間ですね、助成するという制度もあります。産業体験もあんま関係ないですね。関係ないですね。産業体験もどんな年代でもできます。女性一人でやられてる方もいらっしゃいます。農業にね、女性一人で飛び込まれる方もいらっしゃる。で、産業体験が農業、林業、漁業、介護、伝統工芸ができるので、今、田島さんは農業されてますけど、農業に限らず、うなし山もたくさんあるので、林業で活躍されてる方もいらっしゃいますし、ちょっと漁業はね、海がないので、海も近いんですけど、海ないので、できないけど、伝統工芸の分野でやっておられる方もいらっしゃるので、ぜひその辺は、どんな年代の方でもできる制度かなと思います。
いろいろご紹介しますので、私移住する前に、うん、先輩移住者さんにお会いするときに、子供のいないご夫婦の方を実は紹介してもらったんですけど、うちも多分こなし世帯に多分なりそうで、なんかどうしても移住ってなると子供がいないとなんかこう馴染めないというか、なんで来たみたいな感じになるんじゃないかなみたいなのが私は結構あって、なので結構ここは先輩住者さんになんかこなし世帯っていうんですか、お二人で暮らされてる方とかお一人とかもいて、なんかそういうのが来やすかったポイントにはすごいありました、うんうん、そうですね、結構いろんな生活のスタイルが雲南市多いと思います。移住者さんペットとね、3人暮らしとかすごい多いですね。うんうん、なんであんまりこなしってことには、うんうん、なんで心配されなくても大丈夫だと思います。はい、一度もしまあ何かあればご相談いただければ、はい、その方に合った制度をいろいろ調べてご紹介させていただきたいと思います。はい、では続きまして、トイレ事情について質問です。うん、地域にもよると思いますが、推薦でしょうかと来ておりますが、どうですか。まず基本的には、下水道が、まあ、整備されていますし、まあ、下水道が整備されていないところは、この合併浄化槽といって、うん、まあ、その家ごとにそういった浄化槽をつけて水洗にするっていうような。ただ、まあ、今の空き家バンクに、まあ、登録されている物件ってどんな感じですか。こう、なんて言うんですかね、組み取り、組み取りで伝わるんですかな、ボットン便所、いわゆるボットン便所と言われるものが多かったりはします。合併浄化槽をつける助成金なんかはあったりするので、地域によってはどうしても下水道がまだ通ってなくて合併浄化槽っていう選択肢しかないところもあるんですけど、全然合併浄化槽でも問題ないので助成金もあるので、そういうふうに空き家の場合は回収をしてもらう方がいいかなと。なかなかさっきの家はたまたま推薦でしたけど珍しいです。下水道をつなぐにも、まあ、少しお金がやっぱりかかりますし、まあ、水回りですので、直す必要がある物件もあるっていうところで、まあ、全く直せないっていうところはないとは思います。トイレ事情ですね。はい、そうですね。はい、はい、そうですね。はい。そしたらですね、次。あ、これはですね、ちょっと、自分はちょっとビールを作ってみたいんだけどっていうような、はい、ご意見もいただいておりますが、雲南市のビール事情というか、クラフトビール。たまたま最近ちょっと雲南市の日本酒作ってる酒造さんが、作られて、試作みたいな形で作られていて、もしかしたらこれから広く販売もされるかもしれないんですけど、移住者さんとよく話してると、クラフトビール作りたいなっていう声もすごいあって、なので仲間は結構います作ろうとする仲間はいるし、今作り出してる方もいらっしゃるので、結構今雲南市まだないんで、雲南市でもクラフト独自のクラフトビールっていうのがないので、もしあれば雲南市作って特産品してもらってもいいなと思うし、雲南市チャレンジにも優しい街って冒頭でもお話ししたんですけど、企業支援っていうのもすごく充実しているので、ぜひなんかそういうチャレンジ精神を持った方にもおすすめな街かなとは思います。クラフトコーラを作ってもらいますね。はい、はいはい、じゃあ続きまして、今、まあ、チャレンジの話も出たんですが、雲南市ではどのような人材を求めていますか。例えば高齢者の方がですね、貢献できるようなところはありますかと来ています。まさに、うん、ここの子連れオフィスの、うん、託児の、うん、そうですね、U ターンですけど、うんうん、U ターンで、もともと、まあ、都市圏にお住まいで、雲南市の方に U ターン、された高齢の方がおられるんですけれども、その方もですね、いろいろこの子連れオフィスの取り組みにとても共感をしていただきまして、自らもボランティアとして託児を
したいですということで、お申し出をいただきまして、その方にですね、本当に、月に何回か出て、子供を見ていただいたりしています。うん、で、また、地域の方のですね、まあ、今のチャレンジの関係で、大人チャレンジっていう、まあ、そういう、分野というかですね、地域の高齢者の方々がって、頑張られる取り組みもありますので、結構その高齢者の方でもですね、その地域にこう馴染みやすいというか、はい、受け入れてもらい、受け入れられやすいですね、そういう体制になっていると思います。ので、もし、興味があればですね、ぜひお問い合わせをいただければと思います。はい。そしたら本当にたくさんチャットで質問をいただきました。ありがとうございます。続きまして、育児と仕事を両立するために、例えば学童なども含めた、子育てに対する支援制度があれば、教えていただきたいです。ということで、来てます。はい。そうですね。うちの子は小学生2人いますけど、まあ、支援制度としては、一つは、児童クラブっていうのがまあありまして、まあ、放課後に、地域の方が、子供を預かっていただけて、うちの地域は最大で、6時半までだったと思いますけど、すいません、ちょっと確かなことはあれですけど、18時半くらいまでは、まあ、預かっていただけるっていうところです。で、あとは、また児童クラブとは別に、放課後生き生き教室というのがありまして、まあ、これは交流センター、まあ、公民館みたいなところでですね、これまた地域の方が、いらっしゃって、いろいろと、本を読んでくれたりとか、まあ、昔の遊びを一緒にやったりとか、まあ、バドミントンとか卓球とかですね、結構アクティブなおじいちゃんおばあちゃんたちが揃ってますので、いろいろと遊びを教えてもらったりしてまして、島根県割と退勤時間というか帰宅時間早い、全国的に見ても早いって言われてますんで、まあ島根県内にお勤めであれば、まあ6時半とか最大でも7時とかには、まあ、お迎えに行けるような時間までは地域で子供を預かっていただけるっていうところはあります。はい。そうですね、支援センターとかああいうところも充実してますのでね。うん。うん、子育て環境は、すごくいいと思います。はい。続きまして、先ほど、ご説明いただいた産業体験についてですけれども、どの業種が一番人気でしょうか。また、体験の期間ですね。うん、何日間、その期間はね、どれぐらいですかという質問が来てます。何が人気なんですか。まあ、そうですね。雲南市は農業でやられる方が多いですね。まあ、伝統工芸とか林業もおられるんですけど、介護もおられたんですけど、農業かな。やっぱ、こう、田舎に来て農業始めようっていう第一歩として産業体験使われる方が多いかなっていう印象です。で、期間はその1年間っていうのが3ヶ月以上1年間以上1年間でやってもらうっていうのがあるんですけど、1ヶ月、まあ、おおむね20日程度、まあ、1日8時間ぐらい、まあ、普通の会社員と同じような感じで勤務というか体験をしてもらっています。で、さっき、田島さんみたいに、やっぱ農業って暑い時間にやるの大変だと思うので、8時間っていうのをこう分割して、やってもらってるとこもありますし、雲南市もちょっと多少雪が降るので、冬季はちょっと休止して、例えば2ヶ月間休止したのを後に回して、だから1年と2ヶ月結局やることとかもできるので、その辺は臨機応変にできます。ありがとうございます。ではちょっとまた続いて農業の関係ですけれども、農業について、イノシシやシカの被害はないですか？もしあった場合の被害対策は、どのようにされていますでしょうか？あ、田島さんですか？はい。私は、農家さんの畑は、タヌキとカラスが結構多くて、イノシシはほとんどないんですけど、やっぱり地域全体だとイノシシも結構あるみたいです。で、私のところは今回はタヌキにすごい悩まされて、トウモロコシ畑にネットを張って、
タヌキが入っちゃって、またネットで補強して、またそれ入っちゃってみたいな感じで、知恵比べをしてます。最終的に勝ちました。勝ちました。私も実は狩猟免許を持ってハンターやってるんですけど、地元の猟友会で、うちの地域はもうイノシシの住処です。ただもうちゃんと防護策をやれば入らないので、まあ、いかに対策を練るかっていうところなんで、その辺は地域の方の知恵を借りながらやっていくのが一番かなと思います。地域全体で取り組んでられますよね、大体、うんうん、イノシシのワイヤーメッシュとか、うん、ね、電気撲削とかね。そうですね、そうそう。でも今移住者さんでイノシシソーセージを作ってらっしゃる方がおられて、うん、めっちゃ美味しいんで、うん、私のイメージ今イノシシ美味しいになってます。いや、イノシシ美味しい、めっちゃ美味しいですよね。そう、ぜひ食べてもらいたい。イノシシのお肉美味しいですよね。はい、それでは続きまして、先ほど見せてもらった小俣さんの改修物件ですけれども、まあ、リノベーション前の屋内外の写真を見せていただくことはできますかということでいただいてます。これはじゃあ、個別にご対応する感じですか。そうですね。うん、そうですね。改修補助金を使っておられますので、ビフォーアフターの写真は、はい、見ていただくことはできると思いますので、これはじゃあ、また後で、はい、個別にご対応させていただければと思います。はい。続きまして。そしたら、島根県の他の市に比べて、雲南市への移住が特にお勧めできる点がありましたら、ぜひ教えてください。じゃあ、スタッフそれぞれ、ここはお勧めだというのがあれば。いいですか？はい。私が思うのは結構雲南市は住宅の手当てというか、いろんな空き家バンクもそうだし、住宅に関する助成とかが充実、他の市町村に比べて充実しているなっていうところがいいなと思うんですけど、空き家バンクも島根県の中でもトップクラスの掲載数であったりだとか、公営住宅も結構充実していて、比較的案内しやすい、他の地域に比べて比較的案内しやすいかなと思います。で、助成金も宅地購入の助成金だとか、新築建てられた時の固定資産税の免除とか、いろいろ、あれはあるんですけど、要項はあるんですけど、でも、使いやすい助成金っていうのが住まいに関する、非常に多いところが魅力かなと思います。古谷さんはどうですか？はい。僕自身も移住者ですんで、一番良かったなと思うのは、こういうですね、移住の専門のスタッフが、まあ、やっぱりこう、もう本当に山本のりおさんも言っておられましたけど、真摯になって、相談に乗っていただけるっていうところは、やっぱり一番心強い支援を受けれるかなと思ってます。なので、まあ、そこで移住する前から、まあ、いろんな方と、まあ、つないでもらったりして、割とこう人間関係も、なんか、ああ、いい感じそうだなって思いながら、まあ、移住して来れるっていうのは、まあ、いろいろお金とかですね、まあ、心配なこともありますけど、まあ、心の面ですごく余裕を持って、考えれるかなと思いますんで、まあ、他の市町村でも、まあ、おられるところもありますけれども、まあ、雲南市はより手厚く、定住担当2名と、まあ、空き家の担当2名と4名体制でやってますんで、まあ、そこが強いところかなと思ってます。すごく自分でハードル上げましたね。全国で頑張って。頑張らせていただきます。私たちみんなで。いや、もう、みんな一丸となって。はい。そうですね。はい、はい。では続きまして。コンビニやスーパーなどのお店では、まあ、キャッシュレス対応でしょうかということが出ますけれども、まあ、そうです。はい。ね、うん、で、使います。はい。使います。はい。はい。何でも、割と。はい。何でも。はい。どうするかな。コンビニは、はい。普通の都内のコンビニと、うん、こっちのコンビニは変わらないです。うん、あ、でも、あれ、私、すごい、
店員さんが日本人だって思った。あ東京のコンビニって日本人の店員さんおらんとこ多いんで、あめっちゃ日本人だって思って、すごいあとなんかこう、人のなんだろう、手厚いサービス受けれるから、すごいコンビニがちょっと、違うなっていうのは思いました。コンビニすら温かいみたいな。めっちゃ世間話してますからね。そうですね。あ、そうなんだ。面白い。そういう交流もありますね。そうですね。うん。面白い。はい。はい。では続きまして。今日住まいの改修を行った方、まあ、尾形さんですかね。はい。何か雲南市の女性を利用されたのでしょうかということです。はい。小俣さんも触れていただいてましたけれども、空き家の改修助成を、はい、その補助金を使っていただいてます。で、本年度もですね、まあ、引き続き、まあ、例えば空き家の改修ですとか、例えば片付けをしたり、三世代同居であったりとかですね、まあ、その、まあ、住まいの関係もですね、いろいろ、そういう事業をですね、充実させております。まあ、いろいろ条件もありますので、まあ、何か気になることがあれば、お電話でもいいですので、お問い合わせをいただければと思います。はい。それでは、次の質問で。そうしたらですね、次の質問です。最初の方からの画面に映っているこの白い物体は何ですかということで、まあ、これだけ並んでたら多分皆さん気になられるかなと思ったんですけれども。これがですね、雲南市の非公式キャラクターのですね、うんこちゃんという名前です。雲、雲南の雲に子供の子と書いて、うんこちゃんでして、雲の妖精、永遠の10歳、女の子ですね。はい、はい。何か他に補足があれば、雲南市の雲から生まれた妖精です。はい、補足、焼きサバ、雲南市の名物、焼きサバが大好きで、これ焼きサバを常に持ってます。うん、はい。それでこれ非公式キャラクターなので、まあ、いろんなところにこう使うんですよ。今日私たちスタッフもですね、この、ちょっと見えますかね。見えますかね、このうんこちゃんポロシャツ。見えますかね、ここに、ワンポイント。今日はみんなこれをお揃いで、はい、これを着て参加をしております。はい。なので今、雲南市役所もですね、結構、市役所の中でね、これ着てる人が、かなりの確率でおります。だんだん浸透してきております。市内に。まだ市内だけですが。公式のキャラクターです。はい。はい。グッズも買えますので、またお問い合わせをいただければと思います。はい。それでは。あ、いや、うんこちゃんという名前に、大変反応していただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。では、続きまして。ですね。あ、じゃあ、雲南市のですね、おすすめのグルメというか、特産というか、何かありますかということですけれども。じゃあ、石坂さんと田島さん、例えば、これは美味しかったなっていうのが、今、イノシの話もあったけど、何か、雲南市の車あ、そうです。お餅とかです。お米美味しいね。あ、お米ね。お米も美味しい。あと何だろう、なんか野菜、そう、野菜も美味しいね。農家やってるんで野菜美味しいね。間違いない。そうですね。普通にね、スーパーの野菜がめっちゃ美味しい。東京より美味しいですよ。うん、そうそう。地元のね、野菜をね、いっぱい出していますんでね、うん、その生産者さんのこの、町名とか名前なんかも書いてね。はい。結構安いよね、手に。ああ、そうですね、私たちもね。特産品紹介しないといけないかもしれないですけど、あれですよね。魚って美味しいですよね。うん、日本海で。普通にスーパーに売れてる魚がめちゃめちゃ美味しいですよね。あ、でも魚の名前がわからんくて、見たことのない魚の名前がいっぱい並んで、多分関西特有の名前なんだと思うんですけど。同じ魚でも、そうそう、呼び名が、地方とかあります。関東圏から来られる方はびっくりするかもしれません。焼きサバ見られました。見ました、見ました。焼きサバはでもすごいなんか衝撃でした。あれ結構ね、その、ま、雲南の、特産も、サバ一本そのまま串刺しにして、お魚屋さんの前でこう炭火で焼く。ね、いい匂いしてます。そうですね。あれが美味しいんですよね。
それをねばら寿司にしたり焼きサバ寿司っていうのも雲南市ありますので、はいはい、あとですねおすすめ、ほんとこの前にちょっと今日並べておりますが、キスケ牛乳、このパスチャライズ牛乳ってね、キスケ牛乳はいろんな全国いろんなスーパーでですね売れてますので、もしかしたら見たことあるよっていう方がおられるかもしれませんけれども、はいはい、ものすごく濃厚なんです。そうなんですよ、うん、でやっぱりねちょっと高いんですよね、まあ、なかなか私飲めないんですが、雲南市の子供はですね本当幼稚園から中学生まで給食で毎日これを飲むんですよ。大人はなかなか飲めないんですけれども、本当に子供の頃からですねいいもの、本当に新鮮な野菜とこの美味しい牛乳で元気な体を作っております。はい、そしたらですねその続き、次の質問です。さっきのね外国人がちょっと少ないかもっていう話だったんですけれども、例えばその外国人が少ないということで外国人に対しての風当たりが強いっていうことですかって来てますけれども、うん、それはないですね。うん、そうそう。むしろ、ね、そう、すごいサポートをするような、うん、ね、団体さんとかもいらっしゃいますし、うんうん、むしろ活躍されている、うん、そうそう、外国人の方すごい活躍されてる。うちの窓口としても、毎年一人くらい外国人の方、移住者さんおられるんじゃないかなって思いますね。うん、結構ね、学校の方にも、それこそね、うん、同じクラスに、そのね、外国人の子がいるよっていう話を聞くので。うん、そうですね、うん。学校の通知文書なんかも、うん、日本語でバーっと書かれてますけど、あれをこう、まあ、外国人の方でも読みやすい形に直して、くれるみたいなサービスもあったりしますんで、割と。うん、力を入れてる、うん、そうですね、まあ、うん、地域の活動にも参加されてる、確かに確かに、うん、むしろ積極的に、うんうんうん、なのでそれは全然ご心配はされなくても、たまたまコンビニにいないっていうだけ、ね、そう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 コンビニが日本人にいないだけで全然います、はいはい、うん。全然大丈夫です。はい。はい。あ、キスキー牛乳、家の近所のスーパーでも見つけましたということで。はい。いただきました。ありがとうございます。はい。それでは、それでは、他に、そうですね。そうですね。じゃあ、いただいた質問は、これ、来ました、次が。じゃあ、石坂さん、田島さんは、雲南の他に、例えばどういったところを見られたんですかって、他、ね、前に行ってみましたっていうところがあるけど、例えばもし差し支えがなければ。私出身が兵庫県なんですけども、うん、兵庫県の北の方にある養父市っていうところに、うん、一泊二日で体験に行きました。あと四国。あとは四国も行って。四国の、西条市だったっけ？に、もともと私が就職した時の1年目、2年目に愛媛になったの、まあそういった縁があって、ちょっと馴染みがあったので、ちょっと愛媛の方にも行ってみようかなっていうところで、まあ結局3県ですからね。に、まあ、あと雲南市含めて3県というところで、3市ですね。に行きました。はい。そこもこんな感じお試し、なんかこう、市を通じて、こう、体験プログラム的な感じの何かされた感じですか？そうです。はい。実際に農家さんのところに行って、お話を聞いたりとか、で、一泊、ご自宅に泊めさせていただいて、一緒にご食事取ったりとか、そういったことをしました。はい。島根には縁もゆかりもないから、ね。そうですね。縁のあるとこから攻めてみた。ああ、そうですね。そうですね。兵庫と愛媛は縁はあったんですけど、島根は全くなかったんですけど、一番ビビッときた。ありがたいですね、本当に。やっぱりご縁の国ですね。そうでした、そうでした。ルナを選んでいただきました。はい。じゃあ、いただいた質問は、こんな感じですかね。つまり、まあ、ちょこっと、まあ、今日の感想でもいいし、これからの、なんか、目標でも野望でも何でもいいですけど、何か決意表明をしていただけたらと思いますが。はい。野望。野望でいいんじゃない？野望は、そうですね。とりあえず、空き家で、見つけて、雲南市で、まあ、今後住んでいきたいなと思っているので、まあ、自分の城というかですね、自分の家を持ちたいなっていうところがあるので、まずは早急に、
いい物件、いい空き家を探したいなっていうのがあります。はい。いいの、それだけで。私は、そうですね、農家、一人前の農家になるぞっていう。はい。野望です。はい、でも、本当、いいところなので、一回、遊びに来ていただいて、見ていただいて、ね、の方がいいですね。うちらもリナピに口説かれたみたいなところなので、はい、来ていただいたらいいと思います。届きました。はい、ありがとうございました。それでは、じゃあ、そろそろいい時間になりましたので、以上で座談会を終わります。皆さん、ありがとうございました。はい、じゃあ移住体感ツアーいかがでしたでしょうか。はい、お伝えする時間は十分ではなかったんですけれども、少しでもですね、雲南市のことを知っていただいて、あ、いいところだな、行ってみたいなと思っていただけたら今日は大成功です。雲南市では、定住サイトほっこり雲南で雲南市の暮らしや移住情報の紹介をしていますので、ご興味のある方はぜひご覧ください。また、一泊二日の雲南つながる体験プログラムも行っています。これは、オーダーメイドのお試し暮らし体験です。こちらもですね、随時受け付けていますので、雲南市のことをもっと深く知りたいという方は、ぜひお申し込みをいただければと思います。オンラインでも対応しておりますので、お問い合わせください。はい、この他にも、雲南市以外の市町村の情報や、島根全体の情報が欲しい場合には、ふるさと島根定住財団の島根 UI ターン総合サイト暮らしまネットをご覧ください。定住財団では島根移住相談会、島根移住ワンダーランドというイベントを開催予定で、雲南市も参加します。はい、この島根移住相談会なんですけれども、来週8月29日日曜日に開催されます。これ事前で予約が必要なんですが、雲南市の予約枠ですね、まだ若干残っておりますので、ぜひお申し込みをいただければと思います。また、島根移住ワンダーランドもですね、ご覧いただいているのは昨年のものなんですが、今年は10月30日土曜日、31日日曜日に開催が決まっております。こちらにも雲南市参加しますので、ぜひ皆さんもご参加ください。また、イベント以外でも雲南市はもちろん、ふるさと島根定住財団でもオンライン相談を随時受付しています。オール島根で移住を応援する体制をとっていますので、島根の移住スタッフやいろいろな情報とつながっていただければと思います。イベント終了後に簡単なアンケートにお答えいただくための URL をお申し込み時のメールアドレス宛てにお送りしております。2分程度で終了しますので、ぜひご協力をお願いいたします。はい、それではこれで島根移住体感オンラインツアー雲南市編を終了といたします。ご参加いただいた皆様、本当にありがとうございました。ありがとうございました。今日のツアーが皆さんの移住を考えるきっかけとなれば幸いです。コロナ禍でなかなか会えない状況がまだ続きそうなんですけれども、その間ですね、こういって、このようにオンラインを駆使して皆さんとつながっていきたいと思っております。また今回気になったことや聞けなかったことありましたら、個別にやり取りさせていただきたいと思いますので、お電話でもメールでもぜひお気軽にご連絡いただければと思います。それではお見送りをいたしますので順番にご退出ください。ありがとうございました。